2006年開催時、シドニー・ゲイ・レズビアン・マルディグラは、オーストラリアのシドニーで、毎年2月の第2木曜日に始まり3月の第1土曜日に終わる、LGBT の祭典である。1975年に、南オーストラリア州で、1984年には、ニューサウスウェールズ州でも、同性愛が、合法化された。それまではまだ犯罪として扱われていて、 実際に何人も逮捕者が出た。この状況に対する抵抗運動としてデモ行進が始まった。この祭典は毎年最終の週末に開かれるが、それは1968年のストーンウォールの反乱が起こった6月28日にちなんでこの時期が選ばれた。1978年6月24日、同性愛者たちによるデモ行進が行われ、これが 祭典の出発点となる。回数を増すごとに規模が大きくなり、毎年2万人が参加する。民放テレビ局による生中継も行われ、同国を代表するイベントとなった。映画祭や音楽祭、演劇も開かれる。オックスフォードストリートを通るパレードは参加自由だが、その後に開かれるパーティーは許可を得た人しか出入りできない。ここには、毎回特別ゲストが登場する。 2010年には、ジョージ・マイケルや、アダム・ランバートらが出演した。なお、本来、マルディグラとはフランス語で、肥沃な火曜日を意味し、もともとカトリックなど西方教会の文化圏で、初春に見られる、カーニバルの最終日を指す言葉だが、当イベントは、週末に開かれる。第1回の祭典は、1978年6月24日の午後10時に、スタートした。 デモ行進であった。主催者が事前に許可を得ていたものだったが、この許可は取り消され、デモ行進は警察に解散させられた。この騒動により53人が拘束される事件となった。デモの主催者はほとんどが逮捕され、新聞シドニーモーニングヘラルドは彼らの実名を報じた。この報道によって彼らは知人や会社にアウティングされた形となり、当時シドニーのある ニューサウスウェールズ州は同性愛が違法行為であったため彼らの多くは職を失う結果となった。1981年にパレードは2月開催に変更され名称もシドニー・ゲイ・マルディグラに改称された。会を追うごとに参加者だけでなくパレードを見る見物人も増加し、1988年にゲイレズビア・マルディグラに再び改称された。パレードは オックスフォードストリートを通り、フリンダーズストリートで曲がり、アンザックパレードと並行して走るバスレームを通って、ゴールに到着する。パレードルートのビル屋上には、花火のディスプレイがされている箇所も多い。これらの通りとハイドパーク周辺の道路は、パレードの通過後清掃が完了する数時間後まで封鎖される。観客は、パレード開催日の正午頃から集まり始め、夜8時には、 パレードルートの一部がとても混雑する。パレードは約200人のダイクス・オン・バイクスがスタートを走り、その後様々なグループが後にが続くが、エキゾチックなコスチュームやダンスミュージックというゲイコミュニティ色の強いものが多い。主催者によって毎年ザ・チーフ・オブ・パレードが選ばれている。2007年は芸映画のスターであるルパート・エオベレットが2008年には アメリカのコメディアンマーガレット長が2009年はオーストラリア出身のオープンゲーで北京オリンピック金メダリストのマシュー・ミッチャムが務めた。2008年にはゲーアイコンのキャシー・グリフィンが主演するエミー賞受賞のリアリティ番組キャシー・グリフィン・マイ・ライフ・オン・ザ・ディ・リストがマルディグラ開催中のシドニーで収録されパレードにも参加した。パレード終了後に行われるパーティーは オーストラリアで継続されているイベントの中では最大規模のものの一つである。シドニーのホールデンパビリオンにおける観客動員はピーク時の1988年に2万7千枚のチケット販売を記録した。その後の年では1万7千枚から2万枚のチケット販売枚数で推移している。今日でこそ多くの参加者を集めているが1980年に パディントンタウンホールで行われた際は700名程度の動員であった。2010年のパーティーはパレード開催日の夜に行われなかった。これは後に開催者のミスと判明している。最近20年間の間に多くのオーストラリア国内外のアーティストがパーティーに出演している。上院議員、ナターンシャストットデスポジャやペニー・ウォン、オーストラリア大議員のアンソニー・アルバネーゼ、 タンニア・プリバースク、シドニー市長のクローバー・ムーアといった地元、シドニーや、連邦の政治家からの政治的な支援が集まっている。このイベントは、オーストラリアの LGBTI コミュニティイベントと、見入りが良い芸の国際的サーキットパーティーのイベントとしてかつては知られており、1998年における、このイベントは、ニューサウス、ウェールズ州に990万ドルの経済効果を、 もたらしたと推計されているが、2000年代には運営団体が財政難により破綻した。これは当時の財政マネージメント力不足によるとされ、またゲイコミュニティの中からはオーストラリアにおいて同性愛が徐々に受け入れられてきたことにより、この種のイベントが地域のイベントと統合されて徐々に必要性が減ってきているためだという声もある。別の理由として、 オーストラリアで継続中の賠償責任保険の危機にあるとしている。この危機により、コミュニティや公的イベントに多額の保険料の負担が課されて財政を圧迫している。この差し迫った組織崩壊の危機の結果、シドニーの LGBTI コミュニティに対する関心の高まりや支援が集まり、その結果として組織ニューマルディグラへの再生が行われ、イベントが継続できることとなった。 シドニーで年末に行われるスリーズボールというイベントの収益はマルディグラ開催に使われている。マルディグラは様々な宗教団体や政治関連団体の反発に耐えずさらされてきた。フレットナイル、州会院議員とオーストラリア連合協会の全代表は祈祷士に雨乞いをさせて妨害したと伝えられている。マルディグラへの批判はエイズが広まり始めた初期の頃に 最も大きく、その午後 GoABC がパレードのテレビ放送を開始した1994年に再燃した。FM インターネットラジオ局のトリプル J も同様に中継を行っている。近年ではフェスティバルにおける商業製造化の傾向に対する批判もある。また、政治的な声明やゲイプライドを表現することが未だに必要か否かといった議論もある。統計では、 フェスティバル期間中に、ホモフォビアの憎悪犯罪はピークを迎えるとの集計がある。2007年のフェアデーにて、公園に設置されたアートワーク、CEO of Hearts 多くの都市には全体を通じたテーマがあり、すべてのイベントを網羅したマガジン形式のガイドが発行されている。1996年、1997年、2003年には、マルディグラのコンピレーションアルバムがリリースされた。 1>, 1月の最終週にシドニーオペラハウスでフェスティバルが行われる。フェアデーと呼ばれるビクトリアパークで行われるフェスティバルの中間日に行われる日中のイベントには6万5千人の人が訪れる。その週末には同じ公園でプールパーティーが行われる。このイベントは日没前から始まるノンストップのイベントでスパッツ姿の客が集まっている。 フェスティバルのエンターテイメントには、カバレ、コメディ、音楽と演劇が含まれている。また、マルディグラ映画祭では、ゲーレズビアンをテーマとした映画の上演が行われている。文学やアートイベント、社会活動に関するフォーラムや会議なども多く開催される。ありがとうございます。